ケパイセン、行くぜ。了解宗介、セットソール、セット、レッツゴーオン。スーパー変形ドローンチェンジャー、めっちゃ嬉しいです。はい、カクレンジャーのね、まあ、レッド、サスケ、カクレッドじゃないんですよこれ、忍者レッド実 は会うの初めて。はい、そうだね、実は初めましてなんで、それにさせていただきます。いや、やめてください、やめてください、やめてください。映像には残ってるんですけど、はい、1、2話だけ、はい、こう変身してるんですよ。東京から奈良まで走って帰ったんですよ。やば。僕はさ、なんでお前受かったか分かるって言われて、まあ、いや分かんないですよ、なんでですかって聞いたら、一番らしくなかったんだよって言われて。言うのは絶対言いますね。言わないで後悔はしたくない。いや、わかる、わかるけど、なかなかそれやっぱできる人いないですから、それは。いや、それで言うと、古原くんは、あ、僕ね、印象に残ってるのは、古原くんって、純烈の酒井くんに似てるなって感じがするんですよ。なんで、そうですか。この吉本興業で所属をした時に、吉本って関西は結構自由に、8割ぐらいが吉本興業が絡んでる番組を作ってるので、はい、なんか番組を一緒に作ろうよって言われて、はい、僕が一緒に企画をして、はい、ネオ時代劇とか作って、そう、その時に酒井くんが初めて会ったんだけど、はい、そこから結構、僕も面白いこといっぱい考えてるんですよ、はい、って言ってて、はい、で新宿のロフトプラスワンとか、はい、ああいうところのイベントとかを酒井くんが企画してやったりとかやって、はい、その後純烈を作るってことになって、はいはい、なんかやるねと思ってたら、はい、純烈なんかはね、はい、あんな感じで、はい、そうですよね。それで言うと、フラル君もなんかいろんな企画をして、なんか面白いことやってんなと思って本当ですか。なんか同じ匂いがするなと思って、嬉しいです、本当。酒井さんとかは本当になんか裏もやって、表もやってってできる人僕いないと思ってるんで。それアホなんですよ本当にアホです。プロレスをやったりするわけですから、それも本気でやったりするから今純烈がああなってるのも酒井さんがやっぱりねいるからっていうのももちろんあると思いますし、完全に酒井。でも昔の酒井さんの話を聞くとぶっ飛んでますよね、本当にね。飛びすぎ、めっちゃ面白いですよね、うん、これちょっと映ってはないんだけれども、言いたい撮影費用だったりとかってありますか。僕実はオーディションの時にね、はい、バイクに乗る役だったから、素の状態でもバイクに乗るんだけど、確かに乗ってましたね、1、2は確か、うん、で、それが俺三次審査だったと思うんだけど、はい、バイク乗れますかって言われて、乗れないって言ったらこれ落ちるなと思って取りに行ってますって言ったんですよ取りに行ってなかったんですか、それ。行ってない、やってないんだけど、はい、そしたら次の審査の時にはじゃあ、1週間ぐらいになると思いますけど、次の時には取れてますかって言ったら、取れてますめっちゃ面白いですね、不確定なものをでめっちゃやべえと思ってで、当時ね、冬休みに入ろうかぐらいの時だったから、中型免許のあの人たちはめっちゃいっぱいいたんですよ。で、これ、うわ、これ間に合わねえと思って大型免許に行ったんですよ。大型は少なかったから、はいはいはい、で、大型めっちゃ難しいって言われてて、はい、でもそこしかないと思って、もうめっちゃ必死になっていろいろ勉強して行って、そしたら2回で受かったんですすごい先に言ってそれを実現させるっていう有言実行です。すげえそれ落ちてたらどうしたんですか、それ。めっちゃやばかったねえ。それで、はい、その後日談というか、はい、その追加があるんだけど、その4次審査ぐらいで、あの小川君って免許取れましたって言って、はい、いや取れましたよみたいな感じで言ってで、しかも大型ですよみたいな話をして、はいはい、ああそれすごいですねってなって、1話の時にラーメンか、はいはい、ハンバーガーで揉めるっていうシーンなんだけど、それがバイクで止めて、揉めるっていうシーンなんだけど、そこ止めるのに、ここちょっとかっこよく後輪をちょっとロックさせて滑らせて止まってほしいんですよって言われて、無理だろそんなの、取ったばっかって無理だろ僕の当時って林道湖ファミリー牧場と提携してたんですよ。ファミリー牧場って那須にあるんですけど、はい、そこがスポンサーに入ってもらっていたので、はい、だから毎年のようにその林道湖で撮影をするっていうのになってたんですね、はいはいはい、25話からその新章が始まって、はい、めっちゃマジになるシーンがあって、4日間ぐらいその林道湖に泊まり込んで撮影するみたいなのがあったんですよ。わ楽しそう。そう、いや楽しそうでしょ、はい、でみんな撮影に関係ない人たちもみんな泊まりに来るみたいな、ただだから、はいはい、向こうがスポンサーになってるからね、はいはい、脚本とかプロデューサーとかみんな来て、はい、夜とかはもう完全飲み会みたいな感じになって、はいはいはい、でお昼にねジンギスカンのコースみたいなのがあって、わあいいですね。それみんなで食べるじゃないですか、はいはいはい、でわーって食べたら、簡単に言うと25話って、はい、サスケ編だったんですよ。おお、なるほど。ほぼほぼサスケしか出ないみたいな。
もうめっちゃメイン会ですね。そう嬉しいんだけど、はい、でもあとみんなめっちゃ遊んでんですよ。俺はもう芝居のこと考えてるから、 ね、そんな飲めないし、うんうん、でしかも昼にねジンギスカンだよって言ってわーって食べた後に林道湖って湖があるんだけど、はい、湖を半周するぐらいずっと俺走らされるんですよ。え、それは撮影ですか？撮影で、きつもうあそこに誰かがいるみたいな感じで、ダーンみたいな、サスケもう一回走れとか言って、はい、こっちはもうずっとね、円形で撮ってるだけなんだけど、俺はずーっと走らされて、きつー、きつで、裏で吐くうわー、きつい。カクレンジャーの他の4人は、はい、なんかそれをダタってきてあーって見守るやシーンしかないから、みんな夜はいっぱい飲んですっごいわけが楽しくやってんだけど、俺だけ毎日悲惨だった周りとの温度差もう正直見て仲良さそうだなってのは正直思うんですけれども、うんうん、当時からあんなに仲良かったんですか？仲良かったですねめっちゃ仲良かったな。仲が悪くなった時期って逆にないんじゃないかな。でもなんか僕その見てて、うん、鶴姫その広瀬さんがその13歳マジで見えないというか、あまりにもしっかりしてるというか、うん、見た感じはだからすごくないですか？いやすごかったんですよ。しかも、東映作品だと、カクレンジャーのちょうど前の年にシュシトリアンっていうので半年間、メインのレギュラーをやってるので、うんうんうん、東映としては一番先輩なんですよ。うわ、そうなんだ。13歳なのに気もめちゃくちゃ座ってますよね、うん、そでしかも、まあ、あとはスタッフさんがみんな知り合いだから一番慣れてるんですよ。そっかそっか。でしかもケインはもう、海外で、ウルトラマンパワードとか、あ、パワードの後ですかね。そう、パワードをその前の年にやって、そうなんですか。でその成り物入りで日本に帰ってきてるから、もう仕事やってる人やってる人やってる人で、で俺は、やってる年数でいうと17歳からやってるからもう7年ぐらいはやってますっていうことで若干先輩としていて、はい、で、土田と河合もうほぼ初めてっていう感じだったから、はい、2人はもうなんかみんなの演技に従うしかないみたいな状態だったから、 なんかね、うまいこと階段があったんですよ。対等ではなかったんですよ。それも良かったんじゃないかなと思うんだけど。なるほど。で喧嘩にならないっていうか。あ、そうなんですね、うん。僕たちもバスで移動する船体で、僕たちはキャンピングカーなんですけれども、それがもうほんとロケバスとしても使ってたんで、それはあんまりないでしょ。他があるのかな。いやどうなんですか、バスでっていうのは。しかも猫丸も突然出てきたじゃないですか。なんかあれ、なんか急に鶴姫が出したんでしたっけ、あれ。なぜあれが出たかっていうと、はい、僕らっていうのは、はい、ロードムービーにしたいからっていうので、はい、その戦隊始まって初めて基地を持たないようにしようってしたんですよ。あ、そうだった。でその基地を持たないようにしようってなったんだけど、それが弊害が出て、基地っていうのは僕らのね、撮影の裏話でしかないけど、はいはい、雨になったら基地撮影をすればいいじゃんっていう逃げがあったんですよ、はい、そうですね。収録ってね、大体晴れの時に外でやらなければいけないので、はいはい、僕だってロケしかないじゃないですか。そうですね。だから、セット撮影っていうのは、はい、その、基地の撮影っていうのをセット撮影に大体するんだけど、はいはいはい、そのセットがないんですよ、僕ら。ないんだ。基本セットっていうのがなくて、そっか。で、それやばいじゃないですか。あ、やばいです、やばいです。雨になってももう外でやるしかなくてう、ね、どうするってなって、それの逃げとして猫丸を作ったそうなんですね。いや、あの猫丸もさ、すごい、もうなんかもうね、無駄がないくらい使ってましたもんね。使いました。いや、しかもね、猫丸って結構可愛いと言われて結構人気だったので、それこそいろんなところにこう売られてどっか行ってるんですけど、林道湖ファミリー牧場が買い取ってくれて、しばらくそこに置いてあった。めっちゃすごい。今はまた買い取られて、どっか九州かどっかの遊園地かなんかにあったかな。いや、いいな。僕たちの銀次郎号は311で沈んじゃったんですよ。そう、沈んだっていうかダメになっちゃったんですよね。そう、だから、いや、羨ましいです、それ。だから残ってないですよ、僕たちの。あとね、ちょっとね、これね、思う部分言っていいですか。はい、無敵将軍って名前がついてるロボあるじゃないですか、うんうん、あれが無敵じゃない部分がなんかちょいちょいやられませんか、無敵将軍。ヌエとかに確か。あー、そう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 、ね、やられ。でもね、その面白いのが無敵将軍だけじゃなくて、僕らって3つ出てくるんですよね。あ、確かに、3勝一番出てきた時21体出てきたんですよ。え、21ロボット的なもの。あ、それはあれですか、重傷ファイターとかも含めてですか。それは重傷ファイターも。あー、重傷ファイターってくっつかないじゃないですか、はいはい、あれ5体出てくるだけなんですよ、はい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 、そのためだけに出てきて、
なんか途中で確かその説明を受けるんですよ、はいはい、それこそ無敵将軍とかが、うん、最初は僕らが入って動かすみたいな空気だったのに、はいはい、それが実はなんて言うんだろう、念みたいなものだから、あれはあれで動くんだみたいな話になって、そう、無敵将軍自分で動くじゃ動きますよね。あと重傷ファイターも自分で動きますよね。そうなんですよね、だから自我持ってますもんね。そう、あれ不思議だなと思って。不思議なんです。でしかも、まあ、これは、カクレンジャーの根本的な理念的なものなんですけど、はい、まあ、妖怪っていうのは結局倒して殺したらなんとかなるっていうことじゃなくて、うん、殺すっていうこと自体が怨念がまた向こうで現れて、その人間のその憎悪っていうものが、うん、妖怪になってるんだみたいな話になって、だからそれを封じ込めなければいけないみたいな。そうですよね。そんなちょっとね、結構あの内容の深いものに最後はなっていったんですけど、その封じ込めたやつを最初サイゾウとサスケがお金に目がくらんでこのバッグを追いかけていったらボタンを押してプシューって開いて、そこから始まったんですもんね、隠れんじゃね。俺だけは悪い。そうですよ、お金に目がくらんだ。そう、自分たちの尻拭いをやっただけだ。なるほど、そういう話なんですね。そうなんです。あのおもちゃずるくないですか、隠れんじゃ。おー、ね、さっきも言ってたけど、何がずるいんですか。いやだってこうプレミアムバンダイ、僕たちのこれってプレミアムバンダイからどう出すんだろうとちょっと思うくらい撮影のものと近いんですよ、正直。でそこからプレミアムバンダイから出てるじゃないですか、これ、うんうん、何が変わったんですか、この最初のおもちゃのドローンチェンジャーと。これってこれ多分一緒だったな。一緒なんですか、何か違うのかな。あ、でもね、ボタンは1個しかなかった気がするな。このボタンなんだろう。あ、そこペンチが入ってないから。そう、村田くんがわざわざ1万3000円もしてこのね、プレミアムバンダイのものを今日買ってきてくれたんですけどボンミスで電池ないんですよ。電池がね、いやでもあるじゃないですか。あります、電池。順番待ちってことですか。あと5年、10年したら。お、え、いきました。おお、これはちょっと待った。これ初、初、初をちょっと僕も見せてください。お願いします。スーパー変幻。かっけえ。おお、すごい。あ、こっちが光るのかな。すごい。かっこいいっすね。これね、あの応答ができるんです。これで、ね、電話みたいなことができる。そう、トランシーバーみたいなね、なってますよね。そうそうそう、これもしかしたらプレミアムバンダイだからもう GPS ついてんじゃないですか、当時の設定を生かして。絶対ついてますよね。ついてんじゃないですか。見てる人からの質問をいただいております、はい、もうこの方たちは特撮がもう大好きで、うん、演じたキャラとその小川輝明というその本人のその違い、ギャップとかっていうのは何ですか。僕の場合は自分というフィルターを通してこの役を作るっていうパターンなので、はい、全部自分のなんです。あー、なるほど。で、ただその例えば、もう一つやってるその銀河マンの、黒岸ヒュルガっていう役 と、まあよく言われるのは同じ人だと思いませんでしたって最初よく言われたんですけど、別人だから自分にないものなんですかってか言われるんですけど、自分の中にある両極端なパターンなんですよ。要するに赤いその熱血な部分があって、うん、こっちは黒なのですごく冷静な部分というか、そういう部分って両方人間って持ってるじゃないですか、はいはい、その、出し方が違うだけなんですよ。かっこいい。いやかっこいい。だから、ね、あんまり変わらないんですよ。あ、そうなんですね。全部自分という感じですね。じゃあもしね、これからそのヒーローにそのなれるとしたら何になりたいとかありますか。ちなみに僕は仮面ライダーになりたいです、本当に。あ、思いましたね。この間のリバイスを見て、はい、リバイスのね、ケインがやっぱりかっこよかったんですよ。ああ、なるほど。坂本浩一さんってやっぱりもうハリウッドでやっていて、もともとやっぱりアクションがすごく好きで、うん、それこそジャッキー・チェーンとか好きな方なので、はい、その2人の気持ちが一緒になったんですよ。あ、だから本当に生身で戦ってるシーンがあるんですよ。でリバイスの主人公の子ももともと空手をやってる子で動ける子だったからってもあって、めちゃくちゃ生で戦ってるシーンがすごい鳥肌立つぐらいかっこいいんですよ。仮面ライダーとして、しかもライダーで変身までして、変身してるのにわざわざもう一回生の状態に戻ってケインとあの主人公の子で戦ってるんですよ。いや、かっけえ。もうね、うわーって震えて、すごい。それだけ聞いてるだけでちょっと鳥肌立ってます。
で試写会でそれをねケインと一緒に見たんですけど、2つ離れた席で見てて、うわーすげえなと思って、終わった後俺はめっちゃ泣いて、ポロ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 泣いてこうしてたら、ケインが「あウィーダー寝てた?」とか言ってさいや何言ってんだよって俺はお前の姿に感動して泣いてんじゃないかよとかって言って、いやつまんなくて寝てんのかと思ったよとか。面白い。やでも小川さんのやっぱその人柄が出ますよね、そういうところにね。最高でしたよ。カクレンジャーは5人全員名字が表記されていませんでしたが、ニンニンジャーにサスケが出演した時サルトビサスケと署名していたので、サスケの名字は先祖のサルトビだったのがこれ正解なのかというふうな質問が来てるんですけれども、そうなんですよ。結局僕らってみんなあります、三好正解そういう名前もあるし、霧隠れ才蔵、そう霧隠れ才蔵だし、全部そうなんですよ。鶴姫は鶴姫家って言ってましたから、あれだって鶴姫は何代鶴姫みたいな感じですよね。そうなんですよ、はい、だから僕らも24代目なんですよ。で同じ名前ってことですか、はい、24代目サルトビサスケ、はい、あそうなんだ、だってサスケしかね最初あれないんですもんね、うん、あじゃあサルトビサスケって名前なんですね。そう、うわーそうなんだ。サスケのキャラクターが企画書の段階では孫悟空と書かれていたので、はい、キャラクター像が異なっていたと聞きましたが、これどのように異なっていたのかを教えてほしいということです。姫が要するに三蔵法師なので、はい、あと僕らはそれの従者みたいな感じの扱いだったと思うんですね、はいはいはい、ご存じないかな、テレビの実写版でやった孫悟空の堺正明さんがやられている、はい、孫悟空になったんですよ。めちゃくちゃ面白かったんですよ。それがモチーフっていうのが一番言われていて、そうなんですね、だからそこからはあんまり変わってはいないんですけどね。ただ、僕らのって実はこれもここだけの話ですけど、はいはい、大レンジャーっていうのが、はい、15周年 の, あのシリーズだったんですよ。15周年なんですね。これ難しいんですけど、ゴレンジャーって、2年やってるんです。確かにそう、もうそのあれはゴレンジャーはその戦隊シリーズはちょっと区別っていうのでわけわかんなくなってるんですけど、ゴレンジャーから入れた中で言うと15年っていうのが大レンジャーらしくて、はいはいはい、で15周年ってなったから結構お金かかってるんですよ。うーん、だからすごい金色のがいっぱい入ったりして、はい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 、すごい装飾も綺麗なんですよね、はい、でそこにお金使いすぎたからっていうので、カクレンジャーって実は10レンジャーでボツになったあの企画のキャラクターなんです。そうなんですか。この忍者のあれですか。忍者これは違うかもしれないけど、うん、このスーツのイメージが。そうなんですか。そうなんですって言われたんです。めちゃくちゃシンプルですもんね。何もないんですよ。だからでここにこれやってるだけくらい、これだけなんですよ。ですよね。で、ここになんか黒いシールが貼ってあるだけみたいな感じだったんですよねいやめっちゃシンプルだなと思いましたけどね。そうなんです。うわこれすごい話が聞けたな。そうなんですね。うわありがとうございます。本当にたくさん僕ももっとこの YouTube パワーアップして、またぜひ皆さんにお話聞けるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、本当に今回は30周年が成功するかどうかは皆さんの応援にかかっております。ぜひ皆さんお願いしますよろしくお願いします。本当に拡散してください。本当にということですね。本日のゲストは、サスケ役のですね小川輝明さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレット。マッハで行くぜ。またな。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。